はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。アサシンクリードの新情報をまた紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら。アサシンクリードの新情報、レッドやジェイド体感スーツについて紹介ということでね。いや、アサシンクリードの情報がたくさん溜まってきてしまったんですけれども、最近ね、大きいニュースが結構ありまして、まず今日話すアサシンクリードのシリーズはミラージュですよね。10月12日発売予定で、バルハラのバシムが主人公ということなんだけど、これのスキルとか、あとはいろいろ開発人のね、インタビューとかがあったので、これを紹介したいなと思います。あとはアサシンクリードレッドですよね。日本が舞台で日本の忍者が主人公と言われているオープンワールドアクション RPG なんだけど、これについていくつか情報が出ていたので、まあルーモアも含めるんだけどもね、それについて紹介したいなと思います。で、もう一つはアサシンクリードジェイドなんですよね。これは中国が舞台のモバイル版のアサシンクリードなんだけど、これが最近ゲームプレイ映像とか、あとはその先行プレイ、ベータテストを募集してますよとかいうのが出ていたので、それの応募方法とかもね、今日は詳しく解説したいなと思います。で、個人的に面白そうだなと思ったのが、アサシンクリードミラージュ向けの体感スーツが発売されるということが発表されたんですね。この体感スーツそのものは OWO っていうやつから出てるんだけど、そのシステム自体はあったんだけど、これのミラージュ専用版が出るみたいな感じで出ていたので、これがすごい面白そうだなと思って今日は紹介したいなと思います。あとはミラージュでは他にアイテムの強化とかそういうことについてもね、紹介されていたので、それについて詳しく解説したいなと思います。こんな感じでね、うちのチャンネルでは海外のゲーム情報とか新作のゲーム情報を詳しく突っ込んで紹介したりしておりますので、もしちょっとでもね、参考になったという方いたら高評価とかチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまずはミラージュについてね、先に紹介していきたいなと思います。で、ミラージュの体感スーツですよね。これがすごい気になっているので、詳しくね、見ていきたいなと思うんだけど、まあ、こんな感じで OWO っていうところのホームページに行くと、その今、アサシンクリードミラージュ版が、カミングスーンですよみたいな感じで書いてあって、予約はできるのかな、一応なんか予約注文も始まってるよみたいな感じだと思うんだけど、値段はまだわからないという感じです。で、こんな感じですよ。もうまさにね、映画のレディープレイヤー1みたいな世界が待っているってことなんだけど、で、このスーツ自体はもうあって、で、いろんなゲームにも対応してるんですけれども、で、この場合だと、まあアサシンクリードミラージュ版を買うとゲームがついてきて、気になるのがプレイステーション4とか Xbox One 旧世代機の方でもね、対応しているということなんですよね。だからそれでも動くというのが驚きだなってことだよね。結構軽いものなのかなって話なんだけど、まあコントローラーの一種といえばコントローラーの一種ですからね、ハプティックスーツみたいな、なんかそういうことなんだけど、で、アサシンクリードミラージュ版ってこういうことだから、背中にアサシンクリードのマークがボーンって入ってるってことだよね。もうカラーリングがアサシンクリードってことで、バシムになりきるんじゃなくてバシムになれるみたいな、なんかそんな歌い文句で言ってるんだけど、いや、やばいだろって感じだよ。これはちょっとやってみたいなって気になりますよね。なんか刺されたり痛み、その切られたりっていうのをそのまま感じることができるってことなんだけど、いや、痛いのはちょっと嫌かなって思うけどね。まあでもそれをビビビビとかなんか電気刺激みたいので受けられるってことだよね。これはちょっと死ぬほどの痛みを味わった時どうなるのかなとか少し気になりますけれどもね。あとアクションしている時どういうなんか動きになるのかとかね、ブブブブとかいうのがどうなるのかと気になるところですけれどもね。いや、欲しいですね。これやってみたいなって思う。アサシンクリードミラージュでね、やってみたいなって感じだよね。で、まあこう 3D モデルで見るとこんな感じですよって話で、で、スーツの中身はこんな感じで、ファウンダーエディションとかもあって、こっちだと、まあ、500ユーロだから、8万円ぐらいかな ?8 万円ぐらいで売ってますよってことなので、日本でも買えるのかな、ちょっとよくわかんないけど、日本でも輸入すれば買えるんじゃないかなって話ですよね。で、2000スーツしかありませんよってことなので、このバージョンは2000スーツ生産されたってことだよね。他にもこういうスポーティーなタイプのがあったりして、基本モバイルのアプリで、なんか、感度とかを調節できるみたいですね。で、今のところこのスーツが使えるのはもう Apex Legend とか Fortnite とか、他にも League of Legends とか Valorant とかのね、こういうのがあるよということですよね。ロケットリーグもできるんだみたいな感じなんだ。ロケットリーグどんな感じなのかちょっと気になるけどね。 PUBG とか World of Tank とか World of Warship とかどうなんだろうね。撃たれたら戦艦が食らったらドドーンとかなんかなるのかねちょっと楽しいですよね。で、フォレストね、フォレストでできるということなので、これフォレストの紹介してるとき、そういえば紹介したような気がしたんだけど、これ着てね、サバイバルゲームしたらすごい面白そうですよね。槍で刺されたいてーみたいな、なんかそういうのやってみたいなって感じだよね。
アマングアスでもできるということなので、ヘイローインフィニティでもできるよね。まあ結構なゲームがね対応しているということなんですよね。だからこれはこれであったら面白そうかなって思うんだけど、まあ今回ミラージュ版が出るということで、ミラージュもこれに対応するよって話ですよね。でこの中にはまあスキン、 OWO スキンっていうらしいんだけど、このスーツがついていて、あとデバイスがついていて、ジェルパッドっていうのがあるらしいですね。これがなんかどういうことなのかわかんないけど、ジェルパッドっていうのがなんか必要な部品ってことだね。まあこんな感じのものがついてくるということになっております。いや欲しいですよね、やってみたいなって感じだよね。ではですね、次はスキルツリーなどが判明したので、それについてね詳しく見ていきたいなと思います。で解説、デベロッパーのその動画インタビューみたいのだと、これによると経験値はないということらしいんですね。ミラージュの話ですけども、経験値がなくて、ミッションをクリアしていくとそのランクが上がって、スキルとかそのいろんなものが解放されていくということみたいです。で道具類もツール類もね紹介されていて、ツール類はどれも強化することが可能ということで、最大まで強化するとまあ思わぬ使い道があるかもって話ですよね。だからこんなものがこんな使い方があったんだみたいなことになったら面白いよね。で衣装のカラーリングとかについても解説されていて、これが装備の画面なんだけど、まあアサシンクリードって感じですよね。でよく見ると左上がアウトフィットで、でその下がアウトフィット台って書いてあるんですね。でこの動画ではこの台のところを紹介していて、これで色が変えられるよってことなんですよね。で左手、右手かな、ソードとダガーを装備してるよと、右手と左手に武器をそれぞれね変えられるってことだよね。でタリスマンとコスチュームがあるということで、まあすごいシンプルな感じの装備画面ですよね。で台はその衣装ごとにいろいろ変えられるということみたいで、そのカラーリングのなんだろう、セットを選べるということみたいだね。で装備が変わるってことはなさそうなんだけど、ただ模様とかそのなんていうのかな、スキンっていうか、それは変えられるってことみたいだね。だそれをまあいろいろサイドクエストとかで手に入れたりして、いろんなものに変えたりできるようになるよってことみたいですね。まあお気に入りの模様でプレイできますよってことだよね。でこの機能はブラザーフットにあった機能らしくって、今回から復活させたということみたいです。戦闘に関しても一応解説されていて、バシムはやっぱ素早いアサシンということなので、素早い戦闘がねできるということみたいです。で主な武器は剣と短剣ということだよね。剣と剣を装備することができるのか、常に剣と短剣なのかっていうのはちょっと気になるところだけどね。で暗殺の極意に関しては、前に紹介したみたいにこうやって一気に敵を倒せると、で強化していくとその倒せる人数も増えるんだけど、使いどころを間違えると敵に感知されて戦闘になっちゃうよとかいうことだよね。で操作感はバシムだからエイボルとは違うということで、素早いキャラクターをね意識したということみたいです。だアクションの難易度はちょっと高くなるということなんだけど、まあその分なんていうかテクニカルな戦闘ができるのかなって印象だよね。バルハラはやっぱちょっとねもっさり感があったので、もうちょっとゴーストオブツシマ寄りのアクションにしてほしかったなと思ってたからね、これは嬉しいなと思っております。まあ、もっさりした戦闘も面白いんだけど、なんかパパパパパっていうね反射神経を要求されるような戦闘楽しいよね。でもう一つ公式が言っていたんだけど、アサシンクリードミラージュにはその大型の DLC とか拡張パックとかは有料無料問わず大きく予定はしていないということが明言されております。なのでなんかマイクロトランスアクションとか、そのなんていうのかな、スキンとかカラーとかを1000円とかで毎回売るとか、なんかそういうことはないということみたいなんですよね。これは嬉しいなと思うんだけど、バルハラの時に、ね、アップデートのたんびに新しいその装備とかが売られるんだけど、装備パック売られるんだけど、中身はそんなになんていうかめちゃくちゃ変わってるわけじゃないけど、なんか欲しいから買っちゃうみたいな感じで毎月毎月なんか課金させられているみたいな、なんかそういうことがあったりしたので、これちょっとなんかやめてほしいなと思ってたんだけどね。まあミラージュの方ではそれはないということなので、まあなんか人気が出たらね、もしかしたら追加ミッションとかあるかもしれないけれども、今のところその予定はないということが明言されております。それではですね、次は日本が舞台のレッドについて紹介していきたいんだけど、こちらまあ知ってる人は知ってると思うんですけれども、公式がですねツイートしたんですね。でタイアップしてくれるスポンサーを募集するみたいなツイートを出したんですよね。でその中で来年発売予定って書いちゃったんですね。これは消されてるらしいんだけど、もうすでに、ただその中で来年発売を予定していますみたいに書いてあったんで、つまり2024年レッド発売予定だと言ってるようなもんなんですよね。これが一つ話題になってるかなという話です。
ただそのタイアップを募集してますって言うから、タイアップがね、あ、やろうかなっていう会社の方にちょっとインプレッションを出したいから持って行っちゃったみたいなところはあると思うんだけれども、個人的にはね、本格的にまだ予告編も出てないような状態なのに、来年発売は、今から来年発売は1年半ぐらいで完成させられるのかと、そっからねってなるとちょっと疑問だなと思うし、なんかいい加減なの作んないでっていうか、あのバルハラの時すごいバグだらけだったんですよ。やっぱり早く出しちゃったせいかわかんないけど、なのでちゃんとあのエルデンリングじゃないけどさ、そのすごいボリュームなんだけどしっかり仕上げて今の時代売らないと、なんかその後の人気の致命傷になりかねないから、やっぱりちゃんとアサシンクリードファンとしてはちゃんと作ってほしいなというところがあるので、まあ、これは延期してほしいなというところですよね。急いで出す意味はほとんどないからみたいな、ちゃんと作って出した後の方がその後のリターンはでかいからみたいなね、ユーザーからの信頼もかなり大きくなるからみたいなことだと思うので、ここはちょっとねちゃんと出してほしいなってことですよね。まあその辺のことも考慮して、こういうことを予想している人たちの間ではレッドは24年の本当終わりの方か25年の夏ぐらいになんかニュースが出てくればいい方じゃないみたいな、なんかそういう予想してる人も多いですね。私も25年以降じゃない、24年の間にニュースがあればいい、予告編が1個出てくればいいかなぐらいに思ってるんだけど、発売は25年の夏以降じゃないかなとかね、ちょっとまあ期待してますね。予想じゃなくて期待してるかなというところです。でもう一つ、これは噂なんだけど、ルーマーですね。信憑性はまあ 40% ぐらいと思ってくれればいいんですけども、ただ出ていたのはレッドでは2人のメインキャラクターをプレイ可能であるということが言われてるらしいんですね。で、1人は男性の忍者忍びだということで、これは中身はアフリカから難民として逃げてきた人ということみたいです。ただ日本人なのか外国人なのかアフリカ人なのか、それは分からないということですね。ただアフリカから難民として逃げてきた人が忍びの訓練を受けて、まあ、どこかでその隠れし者たちと契約して日本の忍者としてその結社と戦うことになったみたいな、なんかそういうことみたいですね。でもう一人プレイアブルキャラクターがいるということで、こちらが女性の侍だということらしいんですよね。これは本当噂なので全く根拠がないんだけど、ただちょっとちゃんとしたそのルーマーを扱ってる人からバーンと出たということなので、まあ考慮するに値するかなという話になってるんですけどね。でその人の話だと、その女性の侍とか男性の忍者に性別の選択肢、バルハラみたいに性別の選択肢があるのか、それとももうそのまま選択肢はないのかとかね、その辺は不明だということみたいです。まあでもさっきも言ったようにまだ予告編も出てないね状態だから、ストーリーのアウトラインはできてるかなって話だとは思うんだけどね。まあその中で出てきた話なのかもしれないですけどもね。例えばタイアップの企業にこんなゲームですって説明するときに、こういう男性の忍者のパートがあって、女性の侍のパートがあって、この2人の運命が複雑に絡み合っていくような感じのストーリーになってますとかね、なんかそういう説明はしないといけないと思うから、その中からこう出てきた情報なのかなって気はしますけれどもね。まあ皆さんはどう思いますか？どちらのねキャラクタープレイしてみたいとか、もしくは性別に選択肢がなかったら絶対嫌だとか、そういうのありますか？よかったらねコメント欄でご意見をお聞かせください。それではですね、次はジェイドについて紹介していきたいなと思います。でジェイドはその公式ウェブサイトは結構ちゃんともうできていて、で現在クローズドベータのテスターを募集しているということなんですね。でこのジェイドの方はプレイ映像とかももう予告編とかで出ていて、なかなか面白そうなんですよね。モバイル版とは思えないようなグラフィックしてたり、その滑らかな動きしてたりするので、私もね登録したんだけど、かなりねやってみたいなという内容でした。で概要欄にねリンクは出しておくので、ホームページねぜひ皆さんも行ってみてください。ゲームの世界観自体はオデッセイとオリジンズの間、新潮の時代が題材になっているということみたいです。で現在クローズドベータのテスターを募集しているということなので、誰でもね登録できるので、興味のある方はねぜひ行ってみてください。ただし英語しかない感じなので、まあ英語は自動翻訳とか使いながらやればできると思うんだけど、こんな感じでそのさっきのレジストレーション、クローズベータテストイズカミングのところに行ってみると、どうやればいいかがね詳しく丁寧に書いてあるので大丈夫だとは思います。基本必要なのはその iOS かモバイル何か持っているっていうのと、あとはまあ英語ができた方がいいかなぐらいの話と、あとアサシンクリードどのシリーズやりましたとか、 RPG どんなにやりました、モバイルゲームどんなにやりましたみたいなアンケートがあって、そのどのプラットフォームですかみたいのがあって、あとは E メールアドレスですね。 E メールアドレスを登録してっていう感じですね。
まあそれだけあれば別に応募はできるので、そしたらクローズドベータのゲームキーが多分送られてくるみたいな感じだと思うんだけど、まあそんな感じとなっております。マルチプレイとかにもね対応しているらしいので、興味のある方はねぜひ応募してみてください。アサシンクリードに関してはね、他では聞けないような情報とかもたくさん紹介したりしておりますので、もしねもっと詳しく知りたいという方いたら、概要欄のリンクとかこの後出てくる動画とかねぜひクリックしてみてください。